チューレラン・ゼドケアは、マーシャル諸島の州長、政治家。2009年10月26日から2012年1月10日まで、同国大統領を務めた。首都マジロの大州長であった、ゼドケアは、大統領に就任するまで国会議員を5期務めた。副議長を務め、2008年1月に議長に、就任した。宣誓式の様子。チューマーシャル諸島アメリカ大使館。 撮影2009年10月21日に掲載、ノート前大統領の勢力が内閣不信任決議案を提出、離徳はトメイン大統領が失職した。内閣不信任決議が可決されたのは、同国史上これが初めてのケースであった。大統領選挙は10月26日に行われ、ゼドケア議長とノート前大統領との一騎打ちになった。議員投票の結果、 ゼドケアが17対15で新勝。11月2日に任につき、特に異論もなく、アルビン・ジャクリックを審議長に指名した。チューレランは長年、母の頭ゼドケアに代わって、大集長を務めていたが、2010年11月19日、母が79歳で死去したことに伴い、マジロの全域がチューレランの所有となった。頭の葬儀は国葬として取り行われ、 1996年の天田株は元大統領以来の大規模な葬儀となった。2012年1月10日、都メインの残り任期が満了し大統領を退任。2015年10月7日、マジュロにて死去。ありがとうございます。